令和4年試験合格に達しなかった方へ。皆さんこんにちは、レックス認講師の根本です。本日までよく耐えてきたと思います。そして本日残念な結果を見たと思います。私自身は2回不合格というのを味わいました。1回目は多分ダメだろうな、あ、やっぱりダメだった。2回目はいけるんじゃない、いや、言っているはずだ、ダメだったと。後者の方がやはりその後の反動はひどかったです。結果は分かって勉強しなきゃいけないと。すでにもうスタートを切っている方はもう進みましょう。これからスタートを切らなきゃいけないという方、やはり期待した分反動は来ると思った方がいいです。そしてそれを責める必要はありません。その分は十分休むなり、もう集中しなくてもしょうがないと思ってください。その上でちょっとでもアドバイスができればと思い、ちょっとこの動画を撮ることにしました。やっぱり落ちたってことで自分の結果っていうのは見ることになると思うんです。一つはやっぱり成績通知が来て、ああ記述が思ったほどいかなかったな、あれじゃあなんでだろうと、そこのところで納得ができないという方はぜひこちらの開示請求ってことをしてください。開示請求をして意味がある方とない方はいらっしゃいます。意味がある方、意外と記号が間違っている、自分では書いたと思うのが書いてなかった、そういうのが分かると、まあこれならしょうがないかなと割り切れます。ただもちろん開示請求をしても分かんなかったという方もいるし、まあ自分の予想通りだからしょうがないかなって方もいるでしょう。納得ができないという方はぜひ開示請求はやってください。そして今すぐ勉強をしなくてもいいです。ただ勉強の計画、もしくはその計画を立てる準備を始めませんか。だいたいこれぐらいまでに再開して、これぐらいまでにこの状況にして、このあたりでもう一度統練を受け始めようと、なんとなく多分ここまでのところで、ね、もう今日まである程度、まあ、最悪のことを考えて想像していた方もいると思うんです。でもそれをリアルに日付を打ってみるのはどうでしょう。そしてもし何かこう手がかりが欲しいなとって思った場合、例えば私が10月16日に今年の試験の結果を見て総括およびここの勉強の指針のガイダンスをします、こういうものを見ていただいて、あ、じゃあこんな方向で行こうかなとか、あ、こういうとこやんなきゃいけないんだなと、そういうのをぜひなんかちょっとでもね、アドバイスができればなと思います。また各講師によって、まあ、その個別相談の日程を作っています。これは電話でも相談できるような設定にしています。レックのホームページ等にも見ていただければ、いつの日に誰がどの時間帯があるかというのが載ってますので、もし自分自身でなかなか計画が立てられないという場合使ってください。また計画じゃなくてもいいですよ。愚痴とか何か特に吐き出したいとかいうのがあればぜひこれを利用してください。ここまでちょっと勉強しないとどんだけ自分がこう落ちてしまったかなと、というのはやっぱり気になってしまうと思うんです。こちら
民法のテスト、また期日のテスト、無料で行います。期日に関しては添削も行います。なかなか自分からこうテキストを開けるとかいうのは難しい方も多いと思うんです。ちょっとまずこういうものをきっかけにし、自分の勉強が今どんな状況なのかというのを見てみるのもいいと思います。また12月のクリスマスには模試も行います。そういうのを使って今の成績を把握するというのもいいと思います。こちゃん動画の方は以上です。切り替えろと言ってもなかなか切り替えなんかできません。無理に切り替えずに流れのまま勉強したくなった時に勉強するでも構いません。ぜひこのあたり乗り越えていきましょう。こちらの動画の方は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。